最近みんなが私を避けている気がする。まるで木のうろに住むリスが秋になると何かを隠し始めるみたいに。いいえ、パレードが終わったら素直にみんなに聞いてみましょう。誕生日、この特別な日には素敵なフロート車と美味しいキャンディーがある。そしてお待たせしました、我が女神。ええ、私の騎士よ、出発しましょう。花車が揺らぎ、ナヒーダは目を開ける。そして言う、ナヒーダの誕生日は今日なのだと。花の騎士や従者が彼女を見つけた。神よ、やっと見つけました。皆お会いできるのを楽しみにしています。過信探祭が幕を開け、人々は彼女を囲んで楽しく踊る。あれあれはパチサラか。花の騎士と従者は彼女のためにサプライズを用意した。甘いキャンディーが彼女の周りで花火のようにはじけた。行くぞ、3、2、1。花車がカラフルな鳥にぶつかると七色の喜びが舞った。実は私からもサプライズがあるのよ。出てきて。花車が揺らぎ、ナヒーダは目を開ける。そして言う、こんなに素敵なお祭りは初めてだと。全てがまるで夢のようだと。誕生日サプライズが無事成功したことを祝って。乾杯。やはりわしの目に狂いはなかった。カーベ、お前は建築の天才じゃな。先輩、飲みすぎですよ。キャンディータワーがフロート車にぶつかったのを見てからファルザン先輩、それくらいいいじゃないか。せっかくの祭りなんだから思い。そういえばキャンディス、楽器うますぎだろ。どうして。ありがとうございます。大抵は夜に見張りの仕事が落ち着いた時。星が羨ましいな。でもお祭りの注目ポイントは私の演。急にそんな。なるほど、ウジャとの研究のために貸してあげようか。いや、いい。へえ、君なら珍しがるかと。一目見るにはもうちょっと外を出歩いてもいいんじゃないのか。もし宝石の鑑定や認証で。そういえばどれくらいの。いい質問だね。もし本当にそういうブロックがあったら。はあ。いや、聞いた僕がバカだった。報告書をリマインド代わりに。リマインドといえば
そうかい。僕は今こそ。ヒコレイが呼んでるみたいだから先に失礼するよ。はあ、カードゲーム。みんな楽しそうだね。ええ、一生の中で一番忘れられない誕生日になったわ。宗神様の命は長いものですのに、今結論を出すのは早すぎませんか？そんなことないわ。その瞬間に、あ、これは絶対に忘れられない思い出にな。あなたはソルシュというのね。あなたとお友達はスメールシティに引っ越すことは考えていないのかしら？それは、お気持ちだけありがたくいただきます、宗神さん。そうなの？でも人々と一緒に過ごし、はい、私もそう思います。エッサンシュやシロフラと過ごした日々をよく思い出すのです。お、本当か？嬉しいぜ。そう考えると今回特にナヒーナがアランナらを呼び出し、気に入ってくれてよかったわ。あなたたちに気づかれないようにし、それでアラン坂に会ったとき、あんなにあってもスメールのみんなは、あれが夢ね。ナヒーナ？いいえ、なんでもないわ。そうね。でもどうすれば。はいはい、みんな集まってくれ。左側の人たち、わしの靴を踏んでおるのは誰だ。うう、すみません先輩、私だ。ちょっと人が多すぎて。シロフラ、ここはカレー専用の特別席よ。ふん、こいつの隣で浮いていいのはオイラだけだぞ。なるほど、写真ね。そんなことを経験したことはないけど、この瞬間が私たちのために泊まってくれることを。カーベも来て。ああ、ちょっとタイマーを設置するから。よし、3、2、1。誕生日おめでとう。雨